こんにちは、ハーチューです。よくいただく質問の一つで、ハーチューさんはどうやって毎日発信を続けてるんですかっていうのがあるんですね。それについて今日お話ししようと思うんですけど、発信を毎日続けるコツは3つあります。1つ目が毎日やるって決めること、例外を作らないこと。そして2つ目が優先順位を決めること。そして3つ目が凝りすぎないこと。これを順を追って喋っていこうと思います。1つ目は毎日やると決めることです。これね、別に休みを作るなっていう意味ではなくって、じゃあ日曜日は休みって決めたら、もう日曜日は休みにしても大丈夫なんです。ルールを作ってそれを必ず守るっていうことが大事なんですね。お友達にランニングが趣味の子がいるんですけど、彼女はもう朝起きたら必ずランニングウェアに着替えるようにしてるらしいんです。で、もしそこで今日は何着ようかなとか、今日お天気が良くないなとか思っちゃったら、その日はもう走れなくなっちゃうと。だから何も考えずにランニングウェアに着替える。で、着替えるとあ、もう行かなくちゃってなるから走れるんだと、そういうことを言ってました。それって私の発信に対する姿勢と一緒だなと思って、 YouTube は毎日更新すると決めたので、もう一日の中で必ずこの時間に YouTube をやるっていうのを決めてます。仕事のスケジュールによってはそれがずれたりもするんですけど、でもとにかく1日1回 YouTube を撮る時間っていうのを作るようにしてます。で、これが今日は忙しいからやめようとか、今日はちょっとネタが思い浮かばないからやめようってなると、ずるずると2日休み、3日休み、4日休みって言って、で、あ、もうなんかたくさん休んじゃったから更新できないやってなっていっちゃうんですね。私も人間なので、何もかもが思い通りに行くわけではないし、子供もいるし、不慮の事態っていうのは生きてたら誰にでもあります。だから更新できない日もこれからあると思うんですけど、そういう時も昨日は一日休んじゃったけど明日からまた更新しようって言って、で、そこからまたリズムを再開していく、これを続ける。だからもう腐らずに淡々と自分のリズムを守ることが大事。何かを続けられない人って言い訳を作るのがすごくうまいんですね。今日は時間がなかったとか、今日は具合が悪かったとか、常にそういうふうに理由をつけてやらない理由を見つけちゃうんですけど、やらない理由を自分に見つけさせないために、もう習慣として日常に組み込んでしまうといいと思います。よく例として出されることですけど、歯磨きするのに意思決定の力は必要ないですよね。それと同じように YouTube とかも、とにかく一回ボタンを押して何でもいいから喋ってみる。喋っているうちに今日はこれ喋れそうだなとか、あとは今日は何喋ろうかなって思いながら、いろんな人のコンテンツを見たりとか、本を見たりとか、自分の SNS のコメント欄とかを見たら、そこに多分ネタのヒントが落ちてるんですよ。だから、じゃあ今日はこれを膨らませてみようっていうことで膨らませていく。そうすると毎日ネタが作れて、YouTube 撮れたりとかします。一番いいのはもう一日のうちでこの時間にやるっていうのを決めちゃうことなんですけど、私の場合ちょっとスケジュールが変則的だったりするので、なかなかそこまではできてません。ただ理想はもう毎日この時間にやるっていうことですね。発信を毎日続けるコツの2つ目が優先順位をつけることです。人間には能力の限界があります。そして一日は24時間なので、どんなに頑張っても全てのことを完璧にはできないんですよね。だから私の場合は YouTube の優先順位が今一番高いです。 YouTube に関してはリニューアルしたばっかりで、やっと登録者数が増えてきたので、ちょっと力入れたいなと思って1日1更新をリズムとして続けたいと思ってます。結果が出ようが出まいがやるって決めてるので、ボイシーも今1ヶ月間課金機能を試してみているので、お金を誰かに払わせるっていうことは、その分責任を持って更新しなきゃいけないから、ボイシーも優先順位が高いです。だから、まあ、ボイシー、 YouTube はもうとにかく絶対更新するぞっていう気持ちで毎日過ごしていて、で、そこから、まあ、Twitter だったりインスタとかアメブロとか、いろんな他にも発信があるんですけど、そういうものを
他の時間でやりますね。やっぱこうやって発信してるとインプットも大事だから、インプットの時間の優先順位も高いです。じゃあ何の優先順位を落とせるかって言ったら、私の場合は家事の優先順位を落としたりとか、家族以外の人の予定の頻度を減らしたりとか、発信を毎日続けるコツの3つ目は凝りすぎないことです。発信の歴が浅い人ほど考えすぎちゃって何もできなくなっちゃうんですけど、発信っていうのもスポーツとかと同じで、実践の練習を積みながら鍛えていくものなんですよね。バスケのルールブックいくら読んでもバスケ上手くならないのと同じで、まずこういう動きがあるんだって知ったら、じゃあボール持ってドリブルしてみる、シュートの練習してみるみたいな感じでやりながらコツを掴んでいくんですよね。だから YouTube に関しても私は何度も方針変更したりリニューアルしたりとか、チャンネルアートとかもコロコロ変わったりするんですけど、そういう風にやりながら心地よい発信方法を探っている感じです。発信を続けようって思った時にはハードルを低く低く設定しておくのが大事なんですよね。例えばマラソン始めようって思っても、1日10キロ走ろうって思っても最初は無理だと思うんですよ。だから最初はじゃあ1キロ走ってみよう、で1キロ走るのに慣れたら2キロ走ってみよう、明日は3キロ走ってみようって言って、徐々に徐々に距離を伸ばしていくんです。でも発信に関してこうやって徐々に上手くなっていこうとか、徐々に増やしていこうっていう感覚の人はすごく少ないように思います。みんないきなりいろんなアカウント開設して全部頑張ろうとしちゃうんですけど、そうではなくて、まずは一つ選んで自分のペースで続けてみる。そして凝りすぎない。理想はやっぱり YouTube もテロップつけたりね、編集できたりとかしたら一番いいかもしれないんですけど、それをすると他の生活がとの兼ね合い、バランスが崩れてしまって、多分すごく更新頻度が低くなってしまったりとか、自分の中でめんどくさいっていう気持ちが芽生えてしまうので、続けられる形っていうのを今探っています。この更新自体もある意味私の未来の発信のための練習になっていて、これを積み重ねていってブラッシュアップされていくんですよね。だから今の私にとってはこの発信の仕方が自分ができるベストなんですけど、2年後3年後の自分から見たら、あの時の YouTube 恥ずかしいなって思うかもしれない。でもそれぐらいでいいんだと思います。過去の自分が恥ずかしいっていうことは自分が進化していることの証なので、何かをチャレンジしている人をの足を引っ張る言葉として黒歴史っていう言葉があるんですけど、黒歴史があるのは当たり前だから、逆にそういうね、失敗の経験がないっていうことは何も挑戦したことがない人だと思います。私も今読んだら過去に自分が書いた本とかブログとかすごい恥ずかしいんですよ。こんな言葉の使い方してたのとか、この絵文字恥ずかしいとかいろいろあるんですけど、でもそれはその時の私がそこを通過したから今の私があるんですよね。だから恥ずかしい自分を世の中に出すことを恐れないっていうのが大事なんだと思います。これを見ている人の中でもし発信することに興味があって、で毎日発信を続けてみようっていう人がいたら3つ、1つ目が毎日やると決めること、2つ目が優先順位をつけること、そして3つ目が凝りすぎないで続けること、この3つを意識してみてください。発信以外のことにも言えると思います。ぜひ何かに活用してもらえると嬉しいです。ではではまた。